ジャニー氏は以上、ジャニーズになぜ子供を入れた現役タレントの親が語っていたリアル本音。ジャニーズ事務所の創業者ジャニー北川氏、去年87による課外問題が大きな波紋を広げている続々と名乗りを上げる中、ジャニーズ事務所が設置した外部専門家による再発防止特別チームは8月29日調査結果として、 加害の事実が認められたと報告。合わせて多くのマスメディアが称した。これを受けて SNS にも、ジャニーズに対する多くの厳しい声が飛んでいるが、一方で、親は動かなかったのか、知ってて入れたのかな、など、ジャニーズ JR 以下 JR の真の姿勢に対する。疑問調査によれば、 1950年代から2010年代半ばまでの間にほぼ満遍なく存在していた。また再発防止特別チームは、ジャニー氏が20歳頃から80歳に加害を行っていたことを指摘。顕著な思考異常、パラフィリアが存在していたことを強く裏付けるものだとし、表現型が異常な強烈かつ持続的な関心を特徴とするとした。 80年代後半に出版された北工事氏、去年63期による著書、光源氏へ、元フォーリーブス北工事の禁断の半世紀、データハウスを筆頭に、複数の暴露本でもジャニー氏の思考は書き残されてきた。そのため当時を知る人たちからは、JR の新世代でも、 ジャニー氏の思考を知っていた、被害を可能た時には何らか行動できたのではないかと疑問が浮かぶというわけだ。大手出版社の週刊誌記者は、暴露本が出たタイミングで自分や親が何歳だったのかなどによって、様々なケースがあると思う、うと前置き。例えば、当事者の回復代表である石丸志門氏57は、母親の知り合いにジャニーズタレントがいて、 母親からジャニー氏の癖を聞いていたとブログにも綴っています。入所時にも釘を刺されたそうなので、親が知っていた例はあるのでしょう。また、平本大淳也氏57は、80年前後に JR として活動し、90年代には、ジャニーズのすべて、6歳者、と題した本も出版して、<え>8月15日に都内で行われたトークイベントで、 子供の被害を知った親が事務所に抗議したケースはなかったのかという質問に対し、無数にあると実態を明かしていました。その上で習ごともなかったかのように収集をつけるとしています。つまり、訴えても事務所からもみ消されていたことを語っていますよね。